レッドアゲートは日本の競争馬。主な勝ち倉はフローラステークス。馬名の由来は赤い目のオ。2007年12月中山競馬場でデビュー。3戦目で初勝利を記録する。2400メートルの平場戦を使うと、当初より長めの距離を使われ、フラワーカップでは8番人気と今一つの評価ながら、後方から大外九州で、 後の週歌賞優勝場ブラックエンブレムにタイム差なしの2着と構想する。この後、優秀品馬1本に絞り調整がなされ短期放牧を経たフローラステークスでは直線先に抜け出したカレージャスミンを捉え一場審査をつけ優勝、重賞初制覇を遂げる。しかし本番では有力馬の一角として上位人気に押されるも直線のびを書き6着に終わった。なお本場は クラシック登録がなかったため、追加登録制度を利用し、優秀品馬に出走している。秋初戦は、シオンステークスより始動。出走メンバー中唯一の重症勝ち馬となり、7分の仕上げながら抜けた人気を背負うも3着に終わる。この敗戦後、週刊賞では一気に評価を落とし、見せ場のないまま14着と大敗を喫する。 この後も、品波限定競争を中心に、重症戦線を転戦していたが、4歳シーズン、終了までは掲示板に乗ったのも一戦のみで結果を出せずにいた。2010年1月17日の日経新春杯では12番人気と低評価だったが、中段追走から追い上げて3着と、高層した。続く白富士ステークスでは2番手追走も失速し9着に、敗れた。続く、 大阪城ステークスでは見せ場なく11着と大敗した。続く大阪、ハンブルクカップでは先段でレースを進めるも直線で力尽き9着に終わった。続くメトロポリタンステークスでは中段追走も伸びきれず9着に敗れた。新潟大賞店でも同様の競馬で人気通りの13着と大敗した。函館競馬場グランドオープン記念では 後方追走も伸びあぐねて7着に敗れた。続く、ともえ賞では10着、南北海道ステークスでは6着、アルゼンチン共和国売では13着、福島記念では10着、ステイヤーズステークスでは15着と惨敗が続いた。ステイヤーズステークスのレース後に左前、浅く県不全断裂が判明。12月8日付で競争馬登録を抹消し、茨城県の商風馬事センターで、 繁殖品馬となることになった。当初は目立った活躍馬は出ていなかったが、5番このレッドジェニアルが2019年の京都新聞杯を優勝している。ありがとうございます。